この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回ご紹介いたします車両は、こちらの1966年モデル、フォードサンダーバードタウンランドの、ご紹介となっております。国内では大変希少なモデルです。内外装ともに、レストア済みのこちらの車両、またエンジンや、ミッションのオーバーホールや、足回りのブッシュ類も、交換済みです。下回りの、防錆、塗装までしっかりとメンテナンスされている1台となっております。それではこちらの車両の、コンディションの方を、動画にてご案内させていただきます。まずこちらの、ボディの、カラーリングですが、もともとシルバーメタリックの、車両でございます。こちらは、シルバーメタリックから、ライトブルーメタリックへと、オールペイントされております。ボディの状態も非常に、綺麗です。こちらの、サンダーバードは、4代目となりますモデルです。1964年から66年まで、製造されたモデルですね。国内では大変希少です。こちらの、ホイールの方は、アメリカンレーシング製の、15インチの、5スポークの、ホイールが装備されています。グッドイヤー製の、ホワイトレタータイヤが非常によく似合っています。雰囲気がありますね。非常にかっこいいです。フロントの方は、ディスクブレーキとなっております。こちら、ブラックレザーのハードトップとなっております。こちらのレザーの状態も非常に綺麗です。ボディはですね、オールペイントされているので非常に綺麗ですが、数箇所ですね、このように、タッチペイントの跡が、いくつかございます。へこみ等は、ございません。このように非常に綺麗な状態です。こちら、エリアの、ホイールです。エリアの方は、ドラムブレーキとなっております。こちらの方も、防錆塗装済みです。アルミの状態も非常に綺麗です。こちら給油口です。そしてこちらリアビューです。続いてこちらリアビューです。非常にテールが、特徴的な、デザインとなっております。分かりづらいかもしれないですが、ちょっと下回りの方も、ご案内させていただきます。
後ほど、フロントからも、ご案内させていただきます。このようにボディの状態は非常に綺麗です。分かりづらいかもしれませんが、このような感じで仕上げられております。続いてですね、エンジンルームの方をご紹介させていただきます。エンジンルームの方もですね、ボディ同色にてペイント済みです。こちらの方で状態を確認していただければと思います。キャブとエアクリーナーの方はエーデルブロック製のものに変更されています。エンジンの方は428エンジン、6.98 リッターのエンジンが搭載されております。続いてボンネット裏の状態です。ボンネット先ですね、多少、錆が見受けられます。エンジンルームの方も非常に綺麗な状態が保たれております。続いてちょっとエンジンをかけた状態でご紹介させていただきます。ちょっとエンジンの方をかけてみました。続いてインテリアの方をご紹介させていただきます。インテリアの方もですね、各種張り替えがされております。シート、内張り、天井、フロアカーペット、トランクルームですね、すべて張り替え済みとなっております。まずこちら、ドアの内張りです。
続いて、シートの方をご紹介させていただきます。シートの方も、レザー張り替え済みとなっておりますので、非常に、綺麗な状態が保っております。大きな汚れや、擦れや切れ等も、現状ございません。非常に綺麗です。運転席の方はですね、パワーシートと、なっております。前方のチルト動作が現在、動きが悪いですが、その他、正常に、動作しております。続いてハンドル、メーター周りです。非常に、かっこいいデザインとなっておりますが、このような形ですね。ライトスイッチですね。キーシリンダーにこちらサイドブレーキと、こちら下にありますのは、ハイビームの、フットスイッチになっております。それでは、エンジンの方をかけさせていただきます。エンジンの始動の方も全く、問題なく、作動可能です。こちら、ワイパー、ウォッシャーのスイッチですね。マップランプとこちらですね。ラジオの方も、正常に、動作可能です。このような形ですね。そして、エアコンの方も、装備されておりますので、エアコンの方も、現状ですね、よく冷えて、正常に動作しております。こちら、ドアの、集中ドアロックですね。こちらも動作、正常です。でこちらのスイッチは、エアコンのコンプレッサーの、スイッチとなっております。パワーウィンドウも、装備されていますので、こちら前側ですね、こちらでフロントのこの三角窓がこのように、動作されます。前後ともにですね、パワーウィンドウの方も、動作正常でございます。このような形ですね。続いてルーフの方ですが、ルーフの方も、張り替え済みですので非常に綺麗です。あとこちらですね、灰皿とシガーの方も、正常に動作されています。あとこちらのセンターコンソール内、このようななっておりますが、ETC の方が装備されております。続いて助手席側の方をご紹介させていただきます。
同じく助手席側のドア内張りの方も張り替え済みで非常に綺麗な状態です。助手席シートです。助手側のシートの状態も非常に綺麗ですね。シワ等もほとんどないです。シートベルトですね。そして助手席の方はこちらこのように倒れます。続いてセカンドシートですね。フロアマットの方も非常に綺麗です。セカンドシートの状態です。こちらの方も非常に綺麗ですね。最後にですね、トランクルームの方をご紹介させていただきます。トランクルーム内も張り替えがされておりますので非常に綺麗です。スペアタイヤもこちらに装備されております。このような感じです。いかがでしたでしょうか。こちらの1966年モデルの、フォードサンダーバード、動画ではなかなか、お伝えしきれない部分もございますので、ぜひとも、一度ご来店いただいて、実車のコンディションを、確認していただければ幸いでございます。この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございました。お客様からの、たくさんのお問い合わせ、お待ちしております。